ございます。うおー、ありがとうございます。あ、違う、これ番号いくつだったかってやつ。はい、抽選終わりました。なんと41、多分これ最後の方です。引き悪いね。ピーマート TV をご覧の皆様、おはようございます。レイラです。本日2月9日は大阪府八尾市にありますアロー式典さんにやってきてます。 A1 グランプリの撮影ということで、シーズン33ですよね。33のトップバッターが私で、対戦相手が中段チェリコさんということで、おなじみの上限が2500枚で、そっからのサマイ勝負、初めてなんでね、初めてなんですよ、A1。 すごい緊張してるんですけども、まあ中段チェリーいっぱい弾いて、中段チェリコさんよりいっぱい出して、今日はねちょっと爪痕を残して帰りたいと思っております。今日は頑張りたいと思います。それではよろしくお願いいたします。番長とかハーデスはガラガラだ。あ、絆もガラガラじゃん。これ絆の第一候補439、一応朝絆で行こうと思います。はい、ではバジリスク絆の方を朝から実践していきたいと思います。一応1週間でデータ見て、で他の台も見たんですけど、この439番が1週間で一番へこんでます。とりあえず一番へこみを抑えるのが無難かなと思い、何掘ってるの。4ゲームでトヨチェリーから BC、 今日1回目の、とりあえず1回目なんで玄之介でいきます。全然入んなそう。はい、絆って設定が良かったとしても朝一変更かかってたら、またテーブルが再抽選されるわけじゃないですか。朝平気であれですよね、6でもやっぱ朝一めちゃめちゃテーブル悪いっていうか。何スルーもするみたいな、それやで、やだ。だから朝一は気にしない、私はね気にしないようにしてるんですけど、でも仮にじゃあテーブルが悪くてモードも悪くてってなった時に、やっぱ6だったらチャンス目取れば 50% で上がるわけじゃないですか、よく。まあそういうのもねあるから全然スルーしないっていうのもあるんだろうけど、絆自体打つのが久しぶりすぎてすごい怖い、すごい久しぶり。64ゲームで強チェリーからです。
た赤い色だね。もうずっと玄之介でいきましょう。そして次にもうおぼろ選んでたらウケるよね。モード見ようみたいな。チャンリプ、えいえいえい、2回目刺さないかな。このパターンがさ、さっきのチャンリプなのかどうかが際どいっていう。とりあえず朝1、2回目の BC からバジリスクタイム当選です。頑張りましょう。あ、頑張るな、私か。玄之介光ってほしい。6対4。のチャンリプはなかったのか。まあまあ、あ、よかった。単発じゃなかった。あ、光った。何が来るか。わあ、まだ分かんないですよ。78ゲーム245枚でとりあえず終了です。いや、惜しかったね。あと一歩だったね。A1 ももう33シーズンなんですよね、これで。すごいですよね、33。だから私が P マートを入った時にはもうあったものだから、それに出させていただけるって本当にね、恐れ多い。なんかもうごめんなさいってなる。こんな私でいいんですかみたいな。へえ、なさそう。わー、たくさん子役取ったね。すごい。伝わった、早かった。44ゲーム。これね、強行だったんで玄之介で行っちゃいます。満月だったしね、さっき。うわー、お、伝わったね、伝わりましたね。じゃあとりあえずさっき満月の後の強行だからよかった。なんだろう。うわー、鉄ブル。あ。よし。単発は回避です。
歌が変わってる。左の台がすごいいい感じ。何人だ。8対6。なんか悔しいよね。悔しくないですか。真ん中だけ光ってないっていう。8人もいるんじゃん。光ってくれたっていいじゃん。はい、よかったよかった。続くね。継続率いいのかな。いやー、たまらないね、予告。洋角夜行、飛行、子役飛行、三陸。私結構プライベートで削らってる時になんか光るとするじゃないですか。心の中でレイラなら弾ける、レイラなら弾けるって言い聞かせながら打ってるんですよ。結構頭やばいやつなんですけど。でもね、そう思ってると本当に弾けますから。うおー、うまいね。いや嬉しい嬉しい、よかった。はい、初の BC だね、 AT 中の。絆って本当出るの早くないですか。もう600枚いってるんですよ。4対6。18ゲーム702枚からの ちょっと油断しちゃいましたね、あの背景だったから。でもね、謎にあんだけ続いた。継続率良くなきゃね。なんかある程度判別してないかなって思ったら全然移動もありですね。天井ですね、普通に。一応長考だから入ってくれたら。一気に赤になったよ。4ベルが出てしまいました。まあ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 、いや AT5 1回目の BC で天井だったけど、でチャンス目1回か、チャンス目1回取って長考で普通に BC から入りました。えって言い方変。
間髪でした。38ゲームの155枚。うわー、ここに来て単発って辛いな。どうしようかな、呼んで切っちゃったかな。でも全然ありえるけど、とりあえずあと1回 BC つけて考えたいと思います。はい、なさだね。でもうわー、満月入んなかった。一応番長候補に入れてたのが524番台と523番台なんですけど、まだね450回転しか回ってないから、この候補に入れてた番長3に残り時間少ないんですけど移動しようかなと思います。ということで番長3に移動してきました。一応狙い台なので、まあ、誰か回した後だけど、まだ450回転しか回してないから打っていきます。抜けたね。とりあえずどこで割れるのかだけ見よう。40で割れたけど、どうなんだろう。じゃあ40で割れたけど39臭い。39だったら A なんですけど、えい、加藤、いやここでまだ勝たなくていいからとりあえず特訓行きたい。よし、まだ望みはあるよ。よし、一緒だね。負けると思いましたよね。うんうんじゃないよ。よかった、479ゲームです。上のゲーム数は ちょっと頑張りますよ。ここでおありましたね。とりあえず単発じゃなくてよかった。発展してほしい。あ、行く。16で割れました。でも AT5 だから関係ないけど、 MB 取った。これで特訓行って さっきのじゃなくてちょっと前に取ったチャンス名から対決。よし、とりあえずは特訓に行ってくれることを。
これは負けないよ。いたでしょ。よし、よかった。回転数は129で、もう一回ちょっと行ってきますから修学旅行に。終わっちゃう。嘘だ、絶対嘘だ、絶対嘘だよ。119枚1日です。修学旅行日帰りでした。日帰り。うわー、いたー。今のはすごいちょっと嬉しかった、本気で。終わっちゃう。だけ全然いい。191枚2日で終了です。ここからまた京都なら目指して頑張りますよ。本当にさ、A1 で見せ場全然ない人とかいます？いやー、なんかもうめっちゃ納得いかない自分で。だからまあ A1 はサマーエース勝負とはいえ、なんか何も見せ場がないと本当もう自分で嫌になってしまいます。何やってんだ私つって。何かな、ただのチェリーが。あー、広角だったからね。これが男の。今引くんだね。来たよ。ちょっと頑張んないと本気で。あ、熱いやつね、ノリオの。まだ分かんないですから、まだ分かんないですから。頑張ろう。嫌ですね、ちょっとね。今 MB だから一回は取れる。もう一回取ろう。怖い怖い。あー、よかったよかった。あ、457ゲーム回したんだ。全然なんかそんな回した気がしなかった。ってことで修学旅行行ってきますから、次こそね長期滞在を目指して行くでしょう。次こそ勝とう。いつもめんこ。これは勝ちたい。うわ、嘘でしょ。もうもうどうすればどうすれば勝てるの。行ってしまうのか。まあまあまあ、しゃあない。1日135枚で終了です。2台目はおそ番長3の524番ですね。1週間のデータを見てとりあえず第一候補で狙いをつけた台なんですけど、ベルの移行も
いまいちって感じなので、とりあえず番長3の方は時間ももうあれだからね、後がないんで終わりにして、でとりあえず今で投資が44本余ってるんでこのメダルを持ってもうガスさんとか関係なく、まあいいのあればいい方を去りますけど、ちょっと A タイプ座って、でこのメダルだけで光ったら今日悪いのは本当に私じゃなかった。はい、ということで私の実践は終了したんですけども、店内の様子をちょっと歩きながら見ていこうかなと思います。凱旋ハーデスコーナー何箱積んでんの、3、4、5、5箱すごいな、何枚出てんだろうこれ。一回見た時一撃で6000枚は出てたんですよ。でもあ、1万2000枚すごいな、1台7000枚出てるんですよこれ。なんか引いたのかな。でこっちも4000枚か、4000枚。じゃあ A タイプの方も見ていきましょう。19の14、ちょっと確率わかんないけど2箱勝ち盛り。18の10でこっちも2箱勝ち盛り、すごいなビッグ確率。寝台で入ったばっかりのエヴァンゲリオン、何台かね、すごいグラフ綺麗なんですよ。ほら絶対あるでしょこれ。あとこの角の台。はい、ということで本日2月9日アロー式典さんでの A1 グランプリ実戦の方を終了しました。ということで本日の結果が2200枚のマイナスとなっております。まあ残念、でもただ単に私の引きが悪かっただけなので、あと台選びですね。寝台すごい出てたし、まどかとエヴァすごい出てたし、あと今日は凱旋とハーデスも綺麗に出てたんで、何台かそっち行けばよかったなって、本当そこだけです。そして A1 グランプリはこれからもまだまだ続いていくと思いますので、今後のスケジュールなどはサイトを見ていただいて確認していただければと思います。それでは今日一日ありがとうございました。以上ピーマート TV のレイラでした。